こんばんは。コーヒートークというゲームをやっていきます。よろしくお願いします。なんかいい雰囲気でしょう。すぐに買っちゃった。私の名前はおしぞう。なにこれ、おしぞうとしぞうじゃないよ。おしぞうです。このコーヒートークというゲームはですね、コーヒーとともにお客と心のこもった会話をするシミュレーターゲームですっていうことらしいですね。ようこそとしぞうバリスタを変更しますか。自分が、バリスタ、まあカフェの店主になって、お客さんとコミュニケーションしていくと。面白そうですよね。完全に初見プレイなのでどんな感じになるか分かりませんが、よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきます。ゲームを開始。2020年シアトル。夢と狂気がひしめく街。シアトルってそうなんや。こんな、何このうんこみたいなやつ。シアトルこんなんあんのかな。異種族間で激しく争っていた過去は歴史の片隅に追いやられ。異種族間。誰もが思い思いの夢を描ける時代。いくつもの夢が語られる場もなく散ってゆき。それでもチャンスが尽きない街であり時代だ。エルフたちは森を捨て新興企業を起こし。あ、なるほど、異種族ってそういうことか。いろんな種族がおるんや。これはね、耳が尖ってる、これがエルフやね。ドワーフたちは洞窟を出て自動車帝国を築き上げ。ドワーフっつうのはなんか地底に住んでて、まあファンタジーの基本的な知識で言えばなんか地底に住んでて、体は小さいけど力持ちで技術力があるっていうのが大体のドワーフのイメージですね。自動車帝国。オークたちは斧を収め、コンピューターを用いて革新を、育み。オーク。オークは多分これやな。牙が生えててね。まあまあ強靭な肉体を持つ。野蛮な、種族っていう感じやんな。それがコンピューターを用いて。ほほほ。そんな中、人間たちは普段と変わらぬ営みを送っている。この街は人々の数だけ夢と物語を抱えている。めっちゃ面白そうやん。大半は知られざる物語を。だが、いくつかの物語はレンガと木と閉じた扉の向こうに安らぎを見つけ、飲み物と共に語られた後、誰かの記憶に今日を定める。要するに喫茶店の中ってことやな。で語られると。なんやねんこのおしゃれな導入。この街の一角に立つ小さなカフェ。太陽が眠っている時だけ開くこの店で。この言い方もおしゃれ。人々は物語を取り交わす。これはそんな者たちの物語だ。コーヒートーク。火曜日、2020年9月22日。あ、来た。いらっしゃ、あ、君か。
これは人間やんな。何なんやろ、でも。9か。9。プレイヤー。どうも、としずお、今夜はどんな感じ？毎度のごとく暇だよ。暇なんかい。流行れ。ただちょっとした問題が起きてね。どうしたの？表情豊かやな。業者が配送ミスをしちゃって、材料が半分しか入ってきてないんだ。わあ、それってひどすぎ。プレイヤーええやん、かわいい。けどまあ心配ない。君が死ぬほど欲してるカフェインなら今でも提供できるからさ。ならよかった。とにかく先にキッチンを準備しないと。準備前に入ってきてるやん、フレイヤじゃ。何しろ君が最初の客でね。お気遣いなく、ごゆっくりどうぞ。うわ、何こいつ。あー、猫っぽい種族か。と体のでかいやつが重なってたんや。すごい体のでかいうにょうにょした触手が伸びてるやつが歩いてると思った。いずれああいうやつも来るんかな、この店に。私は編集者じゃなくてライターだから。のんびりペースには慣れてんの。おや、またスランプかい？ご明察。今は何を書いてるんだい？前に話したと思うけど。お、なんや？おっと。割り込んですまない。機械の準備ができたようだ。今すぐトリプルショットエスプレッソを入れるかい？うん、お願い。で、作り方を忘れちゃったら携帯で確かめていい？とにかくあのトリプルショットエスプレッソが飲みたくてたまらないの。おお。コーヒー、抹茶、ココアパウダー、ミルク。ほっこり感、さっぱり感、甘み、苦み。エース。はあ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 。自分で配合していくんや。ちなみに僕は喫茶店には行きません。行かない人です。ただの、まあ、そもそもコーヒー飲まないし、その紅茶とかね、ミルクティーとかがね、もう400円、500円するのがもう意味わからんっていう人なんでね。スーパーで買ったらええがなって思っちゃう人なんだ。でも違うんよな。喫茶店っていうのはこの空間を楽しみ、そしてこの店主との会話が楽しめたりするのが良かったりするっていうことよな。それを俺に教えてくれるわけやな、コーヒートーク。トリプルショットエスプレッソなんて言われてももちろんわからないので、じゃあ携帯で調べよう。友達いる。ブレウパッド。これはこの辺は音楽アプリか。ニューストーリーズ。まあ、これやな、多分な、メニュー。お、わかるわかる。未発見。めっちゃいろいろあるんやな。トリプルショットエスプレッソ。とりあえずエスプレッソを選べばいいんか。コーヒー、コーヒー、コーヒー。闇夜より黒く、地獄より熱くて苦い。地獄の味知らんけど。トリプルショットエスプレッソ、要するにこれでええんか。いや、コーヒー、コーヒー、コーヒー。あ、確かにトリプルショットやわな。じゃあ入れてみるか。コーヒー。あ、なるほど。ベースがコーヒー、メイン材料もコーヒー、そしてサブ材料もコーヒー。3つ選ぶんや。ほっこり感高めで、さっぱり甘み全くなく、とにかく苦い。これが欲しいんやな。
ちなみにこれは何？ん？ちょっとわからん。じゃあこれで。おお。捨てる。提供するよ、提供するよ。はい。トリプルショットエスプレッソをどうぞ。今夜唯一のお客さんのための特別な一杯だ。この香り。ああ、これが飲みたかったの。で、どこまで話したっけ？この、だから提供する飲み物によって、その相手の受け答えが変わって、お話もその分岐していったりするってことやな。あ、みんな、これ面白いぞ。これ面白いぞ。よし、やっていこう。どこまで話したっけ？君が何か計画してるって？ああ、そうだった。新聞でコラムを書くのが嫌いってわけじゃないんだけど、何かでっかいことをやるなら今しかないって気がして。つまり、小説かい？そう。思いついた時は簡単そうな気がしたんだけどな。少なくとも仕事はまだ失ってない。失敗したって怖くはないさ。へへへ。あはは、めっちゃ笑う。何かまずいこと言ったかい？あなたの言う通り。攻め方を間違えたかもってね。どういうことだい？イブニングウィスパーの親会社って知ってる？イブニングウィスパーを知らん。GRA メディア社会？そう。で、あそこはこの国の一番大きな出版社でもある。だから私は舞い込んできたチャンスを逃さず掴んだの。チャンスというのは、その、お偉いさんの一人にエレベーターで鉢合わせして、当然自分の本のアイデアを売り込んだわけ。ほう。で？ん？何何？ほんで？何何何？何この間何？話し込んでんのかこれって。あ、違うわ。間やったわ。ちょっとそんな目で見ないでよ。よくやるね。ええ、分かってますって。我ながらバカなことをしたもんね。で、反応は？幸い。その人は私の短編を読んだことがあって。すごいやん。だから条件をつけてきたの。私が1ヶ月で原稿を書き上げたら、その人が裏で口を聞いて、小説出版部に、出版契約を結ばせてやるって。おー、すごいやん。でも1ヶ月か。そりゃすごい。けど、イブニングウィスパーの仕事は？両立できる時間はあるのかい？そこが厄介なとこでね。仕事中にこっそり小説を書いてたら、新聞の方の締め切りに遅れちゃってんの。新聞の方の締め切りに遅れんのやばない。編集長にバレたら多分追い出されちゃう。よっと。けどまあ、原稿を仕上げる。これ俺の方や。けどまあ、原稿を仕上げるまでにはまだ1ヶ月あるわけだ。先週の時点でね、ああ、もうじゃああと3週間ぐらいやん。ちょっとまたそんな目で見るし。かわいい、フレイヤ。どのくらい書いたんだい？こいつ全然書けてないな。限りなくゼロに近いってことかな。ちょっと失礼じゃん。少しは書いたんだって。読んでも？読んでもの聞き方おしゃれよな。読んでもいいかいとかじゃなくて、読んでも？海外ドラマっぽいわ。それがその、
読み返してみたら、あまりにひどい出来で全部削除しちゃったの。よ、じゃあもう限りなくゼロやん。おい、ならやっぱりゼロ。まあそうかな。どんなに遅くてもあと2週間で書き上げなきゃ。そしたら残りの1週間でじっくり磨き上げられるし、いい考えだ。計画通りに進めばね。ああ、もう分かってますって、そんな嫌味っぽく言わなくてもいいじゃん。でね、今日はそれで店に来たの。作品のヒントを得ようと思って。だってさ、私の出来のいい短編の何本かはこの店で書いたものだし。あ、そうやったんや。当店がお役に立っていて何よりだ。おっと、お客さんのようだ。あ、2人以上来る時もあるんやな。そりゃそうか。おお、いらっしゃい。いきなりタバコ吸うてるし、角生えてるな。スマホケースにも角ついてる。あ、これスマホか。そうかそうか、本かと思った。いらっしゃい。どうも、こんばんは。あー、お客さん同士のコミュニケーションや。こんばんは。飲んで行かれますか。そりゃそうやろ。そうね。けど何を頼めばいいのか迷っちゃう。何かおすすめはない。それはお客さんの気分によるかな。ここで彼氏と待ち合わせてるの。あ、そうな。一晩中起きてるつもりはないし、コーヒーは絶対なしかな。ココアはどう。お、プレイヤー、こんな天気の日にはぴったりかもよ。うん、それっていいかも。ありがとう。どういたしまして。ココア系の何かをいただくわ。おー、ちょっとまだ僕新米バリスタなんで、調べていいっすか、レシピ。このジャンル分けも意味分からへんねんな。正直これはコーヒーやな。これはもう何もないから分からん。これは抹茶か。これがココアってことか。ココアココアココア。あ、でも未知のメニューが発見できるかもしれへんよな。ココア系の何かって言ってるから、別にこのココアココアココアでこのダークチョコレート出す必要ないよね。ココアパウダーをベースにしておいて、でメイン材料、あ、もうここ使えへんのや。メインをミルクにすんのは変か。あ、でも、あ、ん？じゃあメインをミルクにして、メインをココアにして、サブにちょっとミルクを。苦み、苦いの。ちょっと待って。じゃあココアベースのミルク。彼氏と会うんでしょ。じゃあねえ、そのチューとかもするかもしれへんや。その時にうわ苦ってなられたらあれやから、さっぱり感をちょっと強めに。どうでしょうか。何ができるかな。ココアラテ。ラテアート、ラテアートやろうぜ。むずそう。どういうこと、どういうこと。こんなこと習ってない。エッチング、まずミルクを注ぐ。ハートとか作りたいな、じゃあ。そんな全然わからへんけど。ほい。何これ。ほんで、
エッチング、スイってこう入れたら、は、え、何これ、え、何これ、むずむず、おいミルク、おいミルク、どうぞ、満天の星空です。お待たせ、ココアをどうぞ。ありがとう。ラテアートムズ。あー、あったまる。なら彼氏を待ってるんだね。そう、もうすぐ来るはずなの。ちょっとすごくない？いつもはガラガラの店に一晩で3人のお客さんが入るなんてさ。あんまりそういうこと言うな。せっかく初めて来てくれたお客さんの前で。この店ってもっと混んでるかと思ってた。深夜から開くカフェってこの辺じゃここくらいだし。深夜から開くカフェだから大抵ガラガラなんでしょ。そう言われてみれば。夜だけしかお店を開けないカフェって儲かるの？確かにな、お酒を出してるわけじゃないもんな。なわけないし。ああ、彼女の言う通りだ。だったらなぜ？好きだからやってるんだよ。それにこんな時間でも温かい飲み物を求めるお客さんは常にいるもんさ。ほとんどおらへんだけどな。それって興味深い。立ち入ったことを聞くけど、こういった状況でどうやって経営を立ち行かせているの？それはもうさっきのココアラテがいっぱい数千ドルするんよ。ぼったくりでやってますね、うちは。そいつは秘密だ。種明かしをしちゃうと、こちらの歳三さんは超がつく大金持ちなの。そうなん？趣味でやってんねや。じゃあもうほぼ。本当に？ぼったくりで築き上げた財やから、多分。彼女は大げさだ。なのでご心配なく、歳三は何とかやってけますから。この店が今すぐ潰れるってことはないんじゃないかな。そういうわけで、あなたは夜の待ち合わせに使えるちょっと変わった静かな店をしばらく確保できたってわけ。お前が静かじゃなくしてるけどな。おしゃべりやぞ、ちょっとフレイヤ。それを聞いて安心したわ。ところで、あなたは常連さん？他に行くとこもないしね。私はライターで夜にカフェで書く方がはかどるから。自然と選択肢は限られちゃうんだな。ああ、なるほどね。彼女はすごく優秀なライターなんだ。イブニングウィスパーでコラムを書いてる。黙って。なんかもう、俺のことを言われたから、勝手に言われたから、俺もちょっと仕返ししてる感じ。それって興味ある。これ口癖かな、この人の。そろそろ名前を知りたいとこやけどね、彼女の。どういったことを書くの？この街の人たちの話が多いかな。個人的で面白い変わったストーリー。ちなみに短編も書いてるよ。あの新聞の小説って大好き。あれもあなたが書いたの？お、そうなん？ありがとう。大半はね、全部じゃないけど。それってすごい。それってもう結構言うな、この子。なら新作を書きにここの、この店へ？そのはずなんだけど、何を書けばいいのやら。あ、アレスさん来た？おー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 、かっこええやん。いらっしゃい。